令和元年11月11日、阿蘇市一宮町の国立阿蘇青少年交流の家で、阿蘇市の女性を対象にした市政報告会が行われました。まず、阿蘇市女性団体連絡協議会の神保京子会長と佐藤阿蘇市長が挨拶して市政報告会が始まりました。そして佐藤市長が阿蘇市の財政状況の説明の中で、平成30年度の決算額はおよそ23億円で、合併当初からおよそ7億円削減したことや、JR 豊肥本線の復旧について、2020年度の開通が見込まれていることなど、阿蘇市が現在取り組んでいる政策について報告しました。この女性を対象にした阿蘇市の市政報告会は、阿蘇市内の婦人会や商工会婦人部、JA 婦人部などで組織する阿蘇市女性団体連絡協議会の要望で、10年ほど前から開かれているものです。この日は行政側から佐藤市長をはじめ、和田副市長や阿南教育長ら市の幹部職員らが出席しました。会場には50人余りの阿蘇市女性団体連絡協議会の会員が訪れて、佐藤市長らの報告に耳を傾け、メモを取るなどしていました。他にも教育委員会の阿南教育長が教育関係について、また阿蘇医療センターの井野事務局長が阿蘇医療センターについても報告しました。最後に意見交換会があり、女性側から市町村道路の街灯が消えている。潜水橋のつつじ祭りに県外から観光客が来ているが、食べ物、飲み物の販売や自販機がないなど8項目の質問状が提出され、これらの質問に対して担当の課長らが丁寧に説明していました。